皆さんこんにちは、ハピバニチャンネルです。今回は手作りスクイーズを紹介します。ちょっと前にも手作りスクイーズを紹介しましたが、たくさんあったのであまり触らずに紹介してしまったので、今回は2回に分けての紹介です。1回目はパン系、2回目はチョコやお菓子系のスクイーズを紹介していきたいと思います。手作りのディズニースクイーズのドーナツは別で動画を出しているので、よかったらそちらを見てください。ではまず最初にこちらのロールケーキになります。ミニサイズになっていて、いちごソースとチョコレートソースと普通の、バニラが入ったロールケーキになります。はい、これが、ミニサイズのチョコレートとバニラが入ったロールケーキになります。ソッカークリアを塗っているのでとても音がいいです。いちごもスポンジで作ってあります。こちらはとっても低反発な仕上がりになってます。はい、次はこちらです。桃のカスタードケーキになります。これはデテルゾ系になっていて、こんな感じでとってもぷよぷよしているジェルを入れてます。このジェルを入れてるのは不思議なジェル、このダイソーで買った不思議なジェルを触るときはここに入れてます。低反発のスポンジを使っているのでとっても柔らかいです。次がこちらの、何に見えますか？これは、フレンチトーストを作ろうと思ったんですけど、すごく失敗してしまって、お芋、さゆちゃんにはお芋って言われたので、まあスイートポテトみたいな感じにしたいと思います。これも低反発になっていて、焼き色をつけています。お芋に見えるかな？そして今のお芋みたいなのを改良して作ったのがこちらの、フレンチトーストになります。こっちのフレンチトーストは、最後にパワーアイス速乾クリアを塗っているので音がいいです。はい、こんな感じで、こちらは、最後に塗っていない方なので、とてもふわふわした感じに仕上がっています。次はこちらのオレンジカステラと卵カステラになります。これはパッケージから作りました。こんな感じで仕上がっています。ではまず卵カステラから開けていきます。上は、ガラス絵の具なのでちょっとテカってる感じになっています。空気の抜ける音がします。とてももちもちしていてとっても気持ちがいいです。はい、これが卵カステラです。そして次がオレンジカステラに行きます。はい、このオレンジカステラも上がちょっとテカテカしている感じで、こちらの卵カステラと比べると
穴がちょっと少ないのであまり音はしないんですが、すごい低反発でできています。そして穴が少ない分とってももちもちした触り心地です。これは100円の材料だけで作れます。中身のスポンジは台所用のスポンジです。はい、こんな感じです。こちらの卵カステラとオレンジカステラは全部100円の材料で作ることができます。そして次がこちらのいちごミルクの浸しパンになります。こちらはパッケージの作り方を動画で紹介してあります。はい、こんな感じです。これは低反発ではなく高反発になるのかな。こんな感じです。これはジョイントコークで作りました。はい、こちらのいちごミルクのここのいちごの部分の作り方になります。ちょっともうピラピラとちょっと剥がれてきてしまったので、扱うときは丁寧にしないとこのいちごたちが剥がれてしまうような作り方をしました。このパッケージの作り方を動画にしたので、もしよかったら見てみてください。はい、こちらが4つ作ってあるんですが、こちらは浸しパンになります。こちらは牛乳とコーヒー牛乳、メロン牛乳、いちご牛乳になります。はい、では一つずつ紹介していきます。こちらのふわふわ牛乳ベーカリーです。こちらは低反発の枕のスポンジで作ってあります。とっても音がいいです。こんな感じで低反発になってます。そしてここの上の部分はジョイントコークで、後ろ側はちょっと光っているんですけど、使ったコーティングが、はい、使ったコーティング剤がこのジェルメディウムっていうやつです。ちょっとホームセンターブラブラしていた時に、このツヤ出し盛り上げメディウムって書いてあったので、なんかデコボコした時にところとかを塗るとちょっとツヤが出るのかと思って、裏面がジョイントコークで、こちら側をこのジェルメディウムを塗ってみました。そうするとこちらもとっても音が良くて、触り心地もとってもいいし、あと低反発にもなります。もともと低反発のスポンジで作っているので、こんな感じになるのかもしれないんですけど、とても柔らかい感じです。はい、こちらが牛乳で、これはコーヒー牛乳です。こちらがジョイントコークだけ、こちらがジェルメディウムを塗った方です。はい、こんな感じです。これはメロン牛乳です。やっぱちょっとコーティングを塗った方がこう光ってる感じになります。はい、これがふわふわベーカリーの浸しパンになります。これはですね、500円しないぐらいでした。
380円とかだったかな。違ったらすいません。でもこちらは、ちょっとツヤツヤになるような感じのコーティングになります。そしてこの卵とミルクのとろーりシュークリームとチョコチップメロンパンのスクイーズを紹介したいと思います。こちらは裏側でマステで留めてあるだけなんですけど、はい、こんな感じです。シュークリームをイメージして作って、このクリームのところとこのシューの部分は別でスポンジを切ってはめ込んでいます。色を塗ってからはめ込みました。なのでここもとっても柔らかいです。でパッケージに入れた時はちょっとクリームが出てる方を見える方にして置いとくと可愛いかと思います。そしてこれがチョコチップメロンパンのスクイーズになります。後ろもただマステで留めただけです。これを作った時はまだなんか後ろまでパッケージをこだわりで作ってなかったので表だけになります。これは低反発のスポンジで作ってはないので押すとこんな感じです。ふわふわしてる感じです。後ろはこんな感じで焼き色はつけてないです。ふわふわしたメロンパンになります。今回の手作りスクイーズの紹介はこれで終わりです。もしよかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。このスクイーズの中でもしこれが良かったよっていうスクイーズがあったらコメントをいただけるととっても嬉しいです。これからもコツコツと作っていこうと思っているので、もしよかったら皆さんまた見てください。